今日も自信作にしなきゃ。龍、長引かせてもいいことはないわ。あなたの手で引導を渡してやるの。わかりました。シル、こんなことは言いたくないのですが。何？龍。もうクラネルさんに昼食を渡す必要はないのではないでしょうか。ウォーゲームも終わり、彼にはファミリアができた。その昼食を作ってくれる仲間が。聞く話によると、あのヤマトミコトとかいう極東ガール、相当な料理の腕らしいにゃ。いい嫁になれると神々が褒めたたえるほどに。そういえば冒険者くん、この頃顔出さないよね。アホにゃ。私もっと料理が上手くなりたい。いえ、なってみせる。だからみんな手伝って。え？クラネルさん。リュウさん、どうしたんですか？そんな苦しそうな顔して。それにアーニャさんたちも。もうダメにゃ。助けて、助けて。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。シルの昼食を受け取ってください。え？味見はもう嫌だー。